皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は8月28日の午前中でございます。今回のテーマなんですけれども、愉快なお仲間からのリクエストで、今回は懸賞占いのもう最たるものなのではないかと思うんですけれども、もう本当に私の苦手なで、そのね、こちらに用意してございますが、愉快なお仲間のコメント、リクエストコメントをちょっと途中読ませていただきますね。アーキー H のなんですけれども、京都日帰りの真相をリクエストお願いします。予定通りなのか、うっかり質問されたら困るからなのか、署名で敵前逃亡なのか、台風のためかと、まあこういうふうにお知りになりたいようなんですけれども、本当に申し訳ございませんが、私本当に力不足で、そんな力はない、そこまでは読めないと思います。ただ、カードが伝えてくれることは必ずございますので、もちろんこのテーマに沿って読ませていただいて、お答えをさせていただきますが、リーディングをさせていただきますが、このね、この質問の答えを期待してご覧になったら、私ね、あ、これは台風のためですねとか、そういうふうにはきっとならない。本当に正直に申します。本当申し訳ないですけども、そこまでの力はないです。本当申し訳ございません。でも、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読ませていただきますので、どうかお付き合いくださいませ。で、私ね、もうこのね、京都本当に国際昆虫学会議、もうね、よくはっきり申します、のこのこと出ていけたもんだなと思うんですよ。もうこの感覚、この図太さは日本人にはないですね。本当に思います。これ日本人ではないんですよ。良くも悪くも日本人じゃない。本当にね、もういい加減にしてほしいですし、私ね、姿を見ていて、もうね、ふっと浮かびました。皆様ご覧になっているかどうか分かりませんが、テレビでね、芸能人格付けチェックってあるじゃないですか。もうあれでね、もう皇族格付けチェックと思いましたよ。もう完全に、ああ一家というのは移す価値なしですね。もうやめて、もう偽物です。本当に偽物です。これ私の意見に過ぎませんがね、妄想の翼でしょうかね。ね、本当に本物を隠して隠して隠して、で、移す価値のないものをどん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 移して、見せられるものの身にもなってほしいですよ。たまったもんじゃないですよ、これはね。もういい加減にしてほしい。もうね、本当にね、たまりません。それでは、占いに入らせていただきます。はい、これはカードに聞くというものでございます。緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。アーキー H、 京都日帰りの真相は、本当に恥ずかしい姿ですよね。13番、逆、これはテーマに当てはめて見なければいけないので、そうなりますと例の国際昆虫学会議の場、もう行き詰まったというのが出てるんです。そして失敗か喪失をもたらす状況、もう行く前から行き詰まってますからね。ね、でもこれなんかふーっと浮かぶのはね、その、現場と申しますかね、その国際昆虫学会議の場でのアーキー H、H はね、どこまで感じているか分かりません。でもなんか、特にキーあたりのこのなんか気持ちが出ているような、行き詰まった、失敗か喪失をもたらす状況で、アーキー H の力は奪われたと出ているんですよ。これちょっとね、どういうことなのかなと思うんですけれども、助言と援助の欠如、なんか本当に味方がいないような感じがする。これね、物事に対する無関心と無視、
そういう姿が出てるんですけど、これはアーキー H の姿じゃないです。おそらく他の出席者だと思います、うん、もう無関心無視だったと思いますよ。そんな感じがする。もう会場の雰囲気が、あ、これはという感じだったように思いますよ。巻き込まれないようにしながら傍観者の立場から観察するっていうのがあるんですよ。これは、うん、どちらかというと出席者の雰囲気なのかなと。この一家にはもう巻き込まれたくない、ね、巻き込まれたくないけれども傍観者という立場でじっくりと見られている感じ、そんな感じがするんですよ。もしもそういう感覚さえあったとしたら、まあ、とてもではないけれども針のむしろでいられないような雰囲気だったと思いますよ。決して好意的ではない。キキパトちゃんの動画だったかしら、ね、情報をね、いろいろね、みなもさんとか、まあ、ささらないさんとかね、いろいろと私情報を得ているんですけれども、得させていただいております。いつもありがとうございます。なんですけれども、アートキーの後ろに金屏風があったんですよね。まあ、本当にね、あんなものを立てていても、もうね、本当にね、金屏風すらが偽物に見えますよ。安っぽく見えます、うん、そういうふうにね、無理無理雰囲気を作ったところが、ね、どのようなメディアがどのような、まあ、上げ上げの報道をしようが場の雰囲気は変えられないんですよ。これはメディアが出しているものではないので、出席者が出しているものなので、ね、その雰囲気はまず感じられます、まあ、いられたもんじゃないですよ。次いきます。やれた Good lady。 なぜここに出るのか。 A little child、うん、出た。もう最近これ必ず出るようになってきてますよ、ね、これは夫人、そして今回これは R であり H であるんですよ。これは夫人の母性が出てるんです。で、その子供なんです。夫人にとって R も H ももうどちらかというと R の方が来るんですけれども、もうこんななんですよ、いつまでもいつまでも、ね、まあ、確かにいつまでもこんなですけれども ね。で、これは今までの夫人なんですよ。まあまあ、まあ、今もなんですけれども、困難な間、必要な時頼ることができる、そうすると夫人は助けてくれる、まあ、そういう状況だったわけなんですよ。今もそうかもしれません。そうなんですよ。それは変わらない。でもなんです、これカードが伝えているのは、あ、H に何か全く新しいものが人生に訪れますよって言ってるんです。そしてあも H もということは、一緒についている、ね、まあ、キーもシカもですよ。それから、まあまあ、まあゾロゾロついているものがいますけれども、ね、全く新しいものの見方とか人生に対する新しい姿勢を必要としますよと、カードはそう言っています。今までのような傲慢な姿勢はもう許されないと思いますよ。で、苦痛な辛い結末の後の新たなスタートってなってるんです。あ、そっか。でも私ね、今ねちょっとね違う方へ当てはめそうになってました。これはこのテーマに当てはめなければいけないので、これね、苦痛な辛い結末の後の新たなスタートになってますね。全く新しいものが訪れるということは、計画がどうなんでしょうか、これね。え、これ全ての行動は T 台に向かっていってるものなんですよね。だからそのことを言っているのか。だってね、これ見てください。これは何かがもうすぐ終わると言ってるんです。そして何が終わるかは他のカードを見てくださいって言ってるんです。そしたら出てるんですよ、夫人も H も R も終わるって言ってるんです。これなんと嬉しいカードでしょうかね。今こそお別れの時って言ってます。早くもうお別れしたいですよ。今こそお別れの時で、このカードが言っているのはね、ちょっと吹き出しそうなんですけど、まあ職を失うか、まあ、あなたはすでに辞職してるかもしれませんねとカードは言ってるんですよ。それぐらいのこと言われてるんです。なので今回のテーマに当てはめますと、これは T 台になるんですよね。
そうなるんですけれども、どうなんでしょう、私はもうね定大も何もかももう飛び越えてね、もう本当にこうなってほしいんですけどね、でカードは、まあ、苦痛だと思いますがね、現状を完全に考え直さなければいけないと。だからこれは T 大ならば苦痛かもしれませんが、まあ、現状を完全に考え直さなければいけませんよって、もうこれまでのようには続けられないですからとカードはそう言ってるんです。助けてくれていたこの夫人も終わるって言ってるんですよ。もうすぐ終わるって、だからもう助けてもらえないってことなんですよこれ。まあ、京都日帰りの理由を聞いていてこれが出るってなると、まあ、だんだんねそういうことなんでしょうかね。カントリーハウス出ましたね。これある意味私の大好きなカードですよ。これはねこのカードの持つ意味自体がもうねアー家の私生活、それから彼らの習慣とか、癖、それから傾向、ね、気質、こういうものを表すんです。それと彼らの親しい関係ということは一味、それから彼らの内面性もね本当にくっきりと出てるんですよ。こういうのはね全て会場の雰囲気だと思いますよ私。でこのカードが伝えているのはもうねその、今回です当てはめますとこのね国際昆虫学会議、この場から引き下がるとか、これ、ね、引きこもるとか閉じこもるっていうカードなんですよ。なので本当は社会領域からもう引き下がる、引きこもる、そんなカードなんですけれども、隠遁生活みたいな、まあ、そのままなってくれると嬉しいんですけど、まあ、質問してますのでこのテーマに当てはめますと、まあ、もう本当に逃げ帰ったような感じですよね。一つねこのカードの意味にアー家を改心させることができる、まあ、無理だと思いますけどね、改心させることができる避難所とか隠れ家っていうのが出てるんです。でそれを当てはめますと、まあ、改心させることはできないと思いますが、まあ、ちょっと避難所とか隠れ家っていうのがキーワードになって、やっぱり避難しているイメージが強いんですよね。あとねキーワードでは元の場所とか人だと離れた場所とか偏僻な場所とか、まあ、隠遁生活を送るような場所ですので、そういうのが出てるんですけど、あとね、あそっか、これこのカードはね孤独感が出てるんです。本当に孤独なんですよ。なのでおそらくあの会場では、ね、これ助言とか援助の欠如も出てますし、あの孤独だったと思いますよ。なんかそんな感じがする。心細かったと思いますよ。避難してますね。ではここで、最近これ真ん中で弾くんですよ。インセンスバーナー、ストーク、これね皆様、これはちょっとね、インセンスバーナー、これはね嬉しいですよ。嬉しいカードです。でもねこれこのテーマに当てはめて聞きますとですよ、いやーこれねちょっとこれは皆様のご期待にはお答えできないインセンスバーナーです。これが表しているっていうのは例のね署名ですよ。これはこいつらが、こいつらと申しますよあえてね、こいつらが自分たちに不要なもの、要は邪魔者を取り除いたんですよ。自分たちにとってネガティブで迷惑な気を追い払ったんです。それが出てるんですよ、まあ、処分とかそういうねキーワードございますので、で取り払ってこいつら京都行ったわけなんですよ。これが伝えているのは、はあ、これでポジティブな変化の兆し、ね、もう兆しが見えてきた、だってこうしたからで、改善とか価値を高める、無理だっていうの、価値を高めるとか進展させるとか回復する、発展させるとか、そんな感じ、それがちょっと出てます。これを取り払ったから、取り除いたから
迷惑なもの、そして自分たちはこの重みでずしっと自分たちの所定の位置にこう落ち着く、なんかそんな感じで動かない不動性とか、自分たちにとっては安定性とか、何かそういうものを表している。とりあえず会場は寂しいかもしれませんよ。でも、これでこのスケジュール通りに行ったなと、プラン通りスケジュール通りに行ったなって感じで帰っていったのかなと、それが出ている。全然全然行ってませんよ。Falseness, jealousy, gift。 これはやっぱり、会場の雰囲気です。これね、すぐ近く、もうあの会場ですよに、味方の顔をした敵がいる。だから、あの目の前に来て話しかけられたり、握手をこう求められたり、そんなことをすればですよ、お辞儀もするでしょう、ね、仕方なく立ててある金屏風と一緒ですよ。でも味方の顔をしてますよ、ね、極端に言えば。でも敵なんです。アーケに害を与える計画ありってなっているぐらいのカードなんですよ。で、これこのジェラシーっていうのは、この場合はジェラシーっていう言葉を使いたくないぐらいです。もう周りにいる、本当に一生懸命、ね、発表本当に真面目に来られている方々にとってのこの怒りなんですよ。これ何をやってるんだという。すぐ近くに激しく嫉妬するものあり、なんでお前がここに出てこれるんだ、こんな感じだと思いますよ。で、このカード、このギフトはね、ギフトじゃないです。これはお前の仲間にもっと注意を払えという意味とか、あとはね、喪失とか失うとか、離脱とか分離とか区別とか、そういうものが出てるんです。この人たちの思いなんですよ。自分たちとは違うと区別してるんです。もうこんな計画は離脱せよって感じですよ。喪失を願っています、そんな思いがここに出てるんです。だから、もうとっととカントリーハウスへ帰っていったんじゃないですか。アジトなんじゃないんですか。川丸にでも帰ればいいんじゃないですか。川丸とかね、エーザイとか。これ何？ Young blonde man Foreign woman 出た。なんで、これなんでこれ出るんでしょう。これ逆にね、皆様にお聞きしたいぐらいです。これ KK です。で、これ M 子です。これね、全然やつはやつはとかブロンドじゃないですよ、ね、でも海外へ行っているということで、これこういうふうに出してくるんです、このカード。で、これもなんです。全然ね、でも外国人とか関係してるかな、分からないけれども、これ M 子で出てくるんです。よく外国人女性っていうふうに、ニューヨークにいるということで、それでこれなんですよ。これは計画の実行とか実施とか実現の遅れ、それかその計画の実行を遅らせるか、それとも延期するか遅延か、ちょっとそれによって全然意味が変わってくるんです。いずれにせよ計画通りに行っていない状況、行かない状況が出てるんです。で、なんで京都日帰りになるんでしょう。これがどこが関係してるんだろう。これはちょっと私ね、こんなことは力不足で読めないんですよ。でもなんか出てきてる、これ。なんだろう、なんでこれがこの質問に来るかっていうのが、ちょっとこれ覚えておいてくださいね、皆さん。 KK 夫妻ですよ、これ。次、Child Falseness Frivolity。 これは H ですね、H、 そしてこれ
これは裏切りのカードです。裏切り、ファルスネスってね、ここにも出てきてますでしょ、このそういう感じの裏切り方だ、裏切られ方だと思いますよ。今回はチヤホヤされていると思ったら大間違いなんですよ。大間違いで、皆様アホじゃないので、もう人一倍賢い方々が集まっておられます、ね、なのでこのね、もう H の軽率さ出てるんですよ。もうはっきりとここに軽率って出てます。この裏切りもね、この H があそこで見られたこの白い目じゃないですけど、そういうのがね、 H は分かってるか分かりません、うん、感じているか分かりません。でもキーとかは感じてると思いますよ、うん、それが出ている。H に向かう目ですよ、これ。12番逆、これは目立たないようにして他のものに責任を取らせる、そんなカードです。なので自分たちはこれ悪目立ちしないようにさっさと帰って他のものに責任を取らせるというのは、翌日のポスター発表のことだったんじゃないでしょうか、これ、ね、目立たないようにしてって、これカードの意味に当てはめてるだけなので、ニュアンスで受け取りますと、これは自分たちはもうとにかく、もう目立たないようにしても何も悪目立ちはどうしたってするんですよね。何をのこのこ出てこ、よくのこのこ出てこられたな、みんなが思っていることですよ、これ、ね、で、まあ、誰か他のものに責任を取らせるとか、責任を負わせるとか、そして逃げ帰ってる様子が出てるんですよ。でこれは、この時のアーキー H というのは支配するもの、統制するもの、管理するものが出てるんです。そして操作してます、それが出てます。でもみんな分かってます、もう我々も分かってます、そんなこと。また出てますよ、これね、夫人です。返しますね。 The desire、 なんだもん、これはなんでしょうね。これ夫人なんですよ。でこれはね、もう本当にすごい夫人の欲望が出てます。もう欲です、欲望、すごく強く求めている、渇望とか。これは自分が連れてきた子、あ、ね、自分が皇室に連れてきた子なんですよ。皇室の子じゃないんですよ、これは。まあ私の妄想の翼ですけどね。でここに出てるのが、もう昇級なんですよ。どん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 お金をあげたい。でなんでこれが、でもね、今回のテーマでなぜカードがこれを出してくるかなんですよね。逆の読み方もできますよ。この夫人の強い思いで、このためにとにかく生きなさいと言って生かされた。でももうその会場にはいられたもんではないので、まあ、逃げ帰ったと、そういうふうに読まなければいけないのかもしれないですし、まあ、逆も読めるんですよ。このために早く帰ってきなさいとこれが言ったとかね、それとも読めます。これが言ったとか、もう私言いたい放題ですね、すみません、うん、そんな感じ、両方読めます。どちらなんでしょうか。いずれにせよ夫人が関わってます。ジョイフルネス、スイートハート、サーバント。これ何か起こったんですかね。え、なんだろう。これは、ね、年の宮殿下です。でこれ喜んで協力なので、年の宮殿下に喜んで協力、この姿です。でこれも使用人なんですけれども、まあ、あの年の宮殿下の周りの方々というふうに私は今回見えるんですよ。もう自己犠牲献身をして喜んで協力をしておられる方々、ここ出てるんですよ。あ、そういうことか。これこの場、私何かここで何かがあってから飛び返ったのかと思ったんですよ。急いで帰らなければと思って、これはまずいと思って、いない間にみたいな、そうかなと想像したんですけど、違うかもしれない。会場の雰囲気がこんなだったのかもしれない。皆さんがもう年の宮殿下に喜んで協力の雰囲気、ね、まあ、海外の方もおられますので、そんなことを全くご存じない方もおられるとは思いますが、ね、でも
そうなんじゃないんですか。もう皆様がこれを私もこの一人って感じなんですよ。このカードが表すにはここ、ね、そんな感じ。そうだったんじゃないんでしょうかね。それでこれを出してきたんじゃないでしょうか。もう雰囲気がもう女性天皇を求めているというか、年の宮殿下を求めている、そんな雰囲気だったんじゃないですか。だから逃げ帰ったんじゃないですか。まあすごい天候だったそうですね、京都の方々。大丈夫だったんでしょうかね。もうすごい雷とか、まあ、落雷とか、そういうふうに私ちょっとお聞きしたんですけれども、ね、えエクリーザースティパニシメントジャッジメント、これなんだろう。ちょっと皆さんこれね、これどう受け止めたらいいかな。これはよくで毎回申しますが、旧統一でこれが出てきたりするんです。でこれは完全に今回来るのはね、何か処罰です。もう罰、うん、罰が来るんですよ。処罰、刑罰とか、もっと言うと判決とか裁判とか、そういう感じなんですよ。審判とか、キーワードは。でこれも罰とか訴訟、判決とか、でそういう何か手続きとか手順が進むような、そんな感じ。これ確かにアーキーとエイチとこうつながってるのは分かるんですけども、でもなんでこれが京都日帰りの理由になるのか。それかですよ、例えばですけれども、カードが伝えようとしているのはもっと大きな大きなことで、これはね、キリスト教の聖職者とかそういう意味があるんです。なのでこれが、例えばカードは何か京都の、京都にたくさんね、存在するそういう霊とかね、そういう感じ、まあ、神とも人は呼びます、そういう存在がもう罰を与えている感じ、その感じなのかなっていうふうにとってもいいです。ちょっとね、この前に自分が口走りましたその京都の天候でちょっとね、今ふっときたんですけど、もしかしてそれかもしれないです。次見ますね、最後のカードですね。 Death Widower Priest。皆さんちょっと待ってください。これもキリスト教の聖職者なんです。でよく私は旧統一が当てはまるんですよ、よくこの場合ね。だからそれかもしれませんよ。ソードアートカードはこれがもうダメだって言ってるんですよ。もう終わり終わりと、死とお墓まで出してます。これはそういうお墓です。でもこれもっとすごいかもしれない。これを本当に京都に存在する霊、神とも呼ばれています、そういう存在たちの気持ちだとしたら、思いだとしたら、アーケもほら連れられて行ってるんですよ。もう死終わり、墓でこう出てるとも取れますよ。これね、本当にね、やっぱり私の情けない予想通りなんですけれども、やはりね、例えば台風のせいで帰ったのかとか、そういう理由は分からないです。本当申し訳ございません。でもなんかね、これどうも逃げ帰った感は強いですよね。ただもしかしてこれが本当は日帰りじゃなかったのではないかと言われると、それは分からないです。本当は一泊だったのに、台風のせいにしてパッと帰ったのかとか、それはちょっと分からないです。予定通りの日帰りだったのかもしれない。ただもうこのいた時のこのもう雰囲気は出てました。でどうしてもね、このカントリーハウスが出るんですよ、カントリーハウスが強く出ますね、こういう感じ。もう逃げ帰った感強いですね。避難ですから、避難、とてもよく申しましても保護された感じです。保護されて早く行くよって感じなんですよね。もう早くお願いします。もうここで持ってってください。もう本当にお願いします。
はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。